皆さんどうもこんにちは、本ようやくチャンネルのりょうです。今日の切り抜きは、食物繊維は悪玉菌の餌になる、食物繊維を取る前にやるべきことです。ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜きスタートです。健康の正体とは何か、皆さんはこの質問にパッと答えることができますでしょうか。健康的な食事、適度な運動、良質な睡眠、健康になるための方法は数多くあります。ですが、じゃあ健康って何なのと聞かれると、答えに窮してしまう人が多いのではないでしょうか。健康の正体とは何か、この質問に対し、健康の正体というタイトルを冠した本書は次の一文から始まります。健康とは、37兆個の細胞の一つ一つに質のいい血液がたっぷり流れていることである。つまりですよ、健康の正体というのは、質のいい血液がたっぷり流れていることなんです。この血液という言葉は、一般的に言われているほど単純なものではありません。一時期、血液ドロドロとか血液サラサラという言葉があちこちで使われていました。確かにドロドロ停滞しているよりは、サラサラ流れていてほしいですよね。ですが、血液というのは単純にそれだけでくくれる問題ではないんです。ここで大切なのが血液の質です。質のいいたっぷりの血液がサラサラ流れていなければ、真の健康は作れません。さあ、ではどうすれば血液の質を良くすることができるのでしょうか。ここに大きく関係してくるのが腸です。腸の環境こそが血液の質を左右しているんです。ここ数年、腸に関する研究が世界的に進みました。そして、腸内環境の悪化があらゆる病気の原因となることが分かってきたんです。中でも血液に対する影響がものすごく大きいということがあちこちで証明されています。まあ、ですが、これは当然っちゃ当然ですよね。腸内環境が悪ければ、毒素や有害物質が血液中に多く放出されてしまいます。その結果、血液の質を大きく下げてしまう。このことは誰の目にも明らかだと思います。さらに、腸は炎症を起こすことでむくんだ状態になり、腸の血流自体も悪くなってしまいます。腸の血流が悪くなれば、それは結果として全身の血流を滞らせることにつながってしまいます。質の悪い血液がさらに流れも悪くなって、最悪の状態に陥ってしまうんです。乱れた生活習慣や偏った食事などによって、腸内細菌の種類を減らし、みるみる腸内環境は悪化。その結果、アレルギーに苦しむだけでなく、血液の質にまで悪影響を与えてしまう。なんと愚かな現代人。そんな辛く苦しい状況から、あなたの腸をパパッと救ってしまいましょう。そのために、まず第一に意識することは、皆さんも当然ご存知の食事です。私たちの腸内に1000種類以上も存在する腸内細菌は、毎日の食事によってその構成に変化が現れます。この食事で大事なことは、善玉菌が増えるようなものを口にするということです。善玉菌が増える食品は、皆さんもご存知2つ。善玉菌自体が含まれている食材と、腸内細菌の餌となる食物繊維が含まれている食材です。まずは、善玉菌自体が含まれている食材について解説していきます。善玉菌が多く含まれている食材としては、ヨーグルトなどの発酵食品が有名ですよね。ちなみに、強度食の強い発酵食品が豊富な滋賀県は、大腸がんの発症率も低くなっているというデータがあります。こうした発酵食品を積極的に食べることで、新しい善玉菌が腸内に増えるだけでなく、もともといる善玉菌も活性化されていくんです。と、まあ、こんなことは、本ようやくチャンネル視聴者様であれば当たり前のように知っていますし、実践していることかと思います。ですが、そんな皆さんでも、ついつい毎日同じような発酵食品ばかりを食べてしまっているという人が多いのではないでしょうか。しかし、同じ食品だけをずっと食べ続けるのではなく、いろいろ形を変えて摂取することが大切だということが分かってきているんです。例えば、ヨーグルトはお気に入りのメーカーがあるからといって、同じ製品ばかりを食べずに、いろいろいろんなヨーグルトを食べていくと効果的です。もちろん、ヨーグルトだけでなく、他の発酵食品を組み合わせていくというのもいいでしょう。ポイントは、同じものばかりを食べないこと。もちろん、発酵食品を食べないよりは食べた方がいいんですが、より効果を望みたい場合は、いろんな種類のものを食べるようにしていきましょう。また、発酵食品というのは、食べる時間も大切です。寝ている時に腸はよく働きますので、夜に食べると腸も喜んでくれます。
腸内環境を良くする食材に関しては夕食に重点的に摂るようにしましょう。また善玉菌に関しては毎日摂取することが大切です。それは善玉菌が生きたまま腸に届いたとしても一時的に増えるだけで定着せずに数日間で排出されてしまうからです。また大量に善玉菌を摂取したとしても腸の中に善玉菌がいるだけでは十分な働きをしてくれません。そこに食物繊維があって初めて善玉菌が機能するんです。さあということでここからは善玉菌を増やす食材の2つ目食物繊維に入りましょう。食物繊維は腸内の善玉菌の餌になるなんて言葉を健康意識が高い方は聞いたことがあると思います。ではなぜ食物繊維が腸内細菌の餌として適しているのかはご存知でしょうか。食物繊維が腸内細菌の餌に適している理由、それはなかなか消化されないからなんですね。ほとんどの栄養素というのは胃で消化され小腸で吸収されて腸内細菌が住んでいる大腸まで達しないんです。一方で食物繊維というのは吸収されずに大腸まで届くんですね。また食物繊維には不溶性と水溶性の2種類がありますが、このうち腸内細菌の餌となるのは水溶性食物繊維です。不溶性の方は腸内細菌をもってしても消化されにくいため餌にはなりにくいんです。水溶性食物繊維は海藻や野菜に多いですが、特にネバネバヌルヌルしたものに多く含まれています。食物繊維もついつい同じ食材からばかり摂取してしまいますが、こちらもいろんな食材から摂取するようにしましょう。大麦やもち麦をはじめとする水溶性食物繊維を多く含む食材をうまく調理することで効率よく食物繊維を摂取するように心がけてください。ただこの食物繊維というのは少し難しくて、摂りすぎると逆に腸内環境を悪化させてしまうという危険性もはらんでいます。なぜなら食物繊維というのは善玉菌だけでなく悪玉菌の餌にもなってしまうからなんですね。しかも食物繊維の場合、悪玉菌の方が餌にしやすいことが分かっているんです。衝撃ですよね。ということは悪玉菌が増えているような腸内環境が悪い状態で食物繊維やレジスタントスターチを大量に摂取するとどうなるでしょうか。そうです、腸内環境を良くしようとして食物繊維を取ったのにさらに悪玉菌を増やす結果になってしまうんです。自分の腸内環境が善玉菌が優勢か、それとも悪玉菌が優勢かは便の状態を見ることで判断できます。理想的な大便というのは肛門からスルリと抜けて出てくる10センチぐらいのバナナ状で色は明るい褐色です。善玉菌は短鎖脂肪酸という物質を作り腸内環境を酸性にします。それによって便が黄色みを帯びてくるんです。また食物繊維が多く含まれているため隙間ができて軽く水に浮きます。匂いもさほど強くありません。それに対して悪玉菌や日和見菌が多いと腸内環境はアルカリ性に傾くため大便は色が黒っぽく匂いもきつくなります。さらに悪玉菌は悪臭のあるガスを産生しますのでお腹が張り臭いおならが出ます。まずは整腸剤などで善玉菌が優位になるよう腸内環境を整えて、その上で積極的に食物繊維を摂るようにしてください。また腸内環境を整えるために重要なポイントがもう一つあります。それは適切な量の野菜や海藻などをよく噛んで食べ食物繊維を摂取すると同時にオリゴ糖を摂るということ。これで腸内環境はみるみる整っていきます。オリゴ糖というのは胃や小腸で消化吸収されずに大腸まで届き、かつ善玉菌の餌になりやすいという特徴を持っています。素晴らしいですよね。このオリゴ糖はリンゴやバナナなどの果物や玉ねぎやキャベツといった野菜にも含まれています。ただし少量であり、こうした食材から十分に摂取するのは無理があります。何しろオリゴ糖のオリゴは少ないという意味なんですね。そこでサプリメントやオリゴ糖を添加している食品、シロップなどを利用するといいでしょう。ただし注意点が一つあります。それはシロップ製品の場合、実際に含まれているオリゴ糖は3割程度で、残りは砂糖というケースがあること。それではしっかりオリゴ糖が摂取できないばかりか、糖分の摂りすぎになってしまいます。成分表をしっかり確認して購入するようにしてください。オリゴ糖にはガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、大豆オリゴ糖などなどたくさんの種類があります。そして腸内環境は人によってそれぞれです。ですから最も効果が期待できるオリゴ糖というのは人によって違ってくるんです。
どのオリゴ糖が自分に合っているのかを実際に食べてみて見つける必要があるんですね。摂取したオリゴ糖が自分に合っているかどうかの判断のポイントは、そう、弁当ならです。この2つが快調であれば、オリゴ糖がしっかりと効いている証、そのオリゴ糖を家に常備しておくようにしましょう。さて、ということで、腸内で悪玉菌を増やしてしまうのは、意外や意外、食物繊維でした。腸内環境改善には10番があるということをしっかりと押さえて、今後の腸活に生かしていってください。さあ、それではあなたの血液の質を向上させる腸活についての知識をまとめてしまいましょう。ポイント1、健康とは37兆個の細胞の一つ一つに質のいい血液がたっぷりと流れていることであり、血液の質は腸内環境によって左右されている。ポイント2、発酵食品を積極的に食べることで新しい善玉菌が腸内に増えるだけでなく、もともといる細菌も活性化され、腸内は善玉菌が優位になり全身が整う。ポイント3、便秘や下痢がひどいとき、便が黒く悪臭が強いときには、先に整腸剤などで善玉菌が優位になるよう腸内環境を整え、その上で積極的に食物繊維を摂るようにすることが大切である。切り抜き動画のご視聴ありがとうございました。元の動画を見たいという方はここをクリック、もしくは概要欄を見てみてください。それではさようなら。